三分一広氏は、日本の建築家。三分一広氏建築設計事務所主催。日本建築学会賞作品賞、吉岡賞などを受賞。広島を起点として、瀬戸内に根差し活動を行っている。建築がいかにして、地球の一部になりうるかを一貫としたテーマとして掲げ、作品を発表し続ける。そのため、地球にも人にも認めてもらえる、建築の創造のため。 対象となる土地の自然、風土、歴史、人のみならず、動く素材である風、水、太陽などまでを念入りに観察、分析することから始め、現地に四季を通して通い詰め写真に記録し、それをもとに設計を行う。取りだめた写真は2019年現在で10万点を超え、2016年には写真展も開催された。 こうした活動は国内のみならず、海外でも高く評価された。犬島アートプロジェクト、精錬書、六甲しだれ、宮島未仙展望台、直島ホール、直島の家からまたべえ、折鶴タワーなどが特に注目された。広島県在住、六甲しだれ2010年7月、犬島精錬書美術館で、日本建築大賞受賞、折鶴タワー2016年7月、 ありがとうございます。